都市計画マスタープランとは、1992年の都市計画法改正により規定された市町村の都市計画に関する基本的な方針のことである。単にマスタープランと呼ばれることもある。この他に都道府県が定める都市計画区域マスタープランがある。都市計画マスタープランは市町村議会の議を経て定められた市町村の基本構想及び 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即して、市町村が定めることになっている。都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の都市計画の指針として、地区別の将来のあるべき姿を、より具体的に明示し、地域における、都市づくりの課題とこれに対応した、整備等の方針を明らかにする、市町村のマスタープランとされる。 作成にあたっては必ず住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされており、策定委員会の設置、説明会、アンケートなどを実施するのが一般的である。2000年の法改正により、従来の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発または保全の方針に代わって都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針が規定された。これは都市計画区域マスタープランとも呼ばれる。区域マスは都道府県が都市計画区域ごとに定めることとされている。また、従来の正解法の中には都市再開発法に基づく都市再開発方針などが含まれていたが、法改正によりこれらは独立して定めることになった。マスタープランとは、 基本計画を意味する。都市マス、区域マスは、共に、都市の人口、産業の動向を踏まえ、将来像を示し、個々の都市計画を位置づける役割を持つもので、建築行為等に直接的な規制を行うものでは、ない。時折誤解されるが、都市計画マスタープランを作っても、乱開発や高層マンション計画を止められない、絵に描いた餅ではないか、などと言われることがある。 しかし、そもそも都市計画マスタープランは、直接的規制を行うものではない。具体的な規制、ルール作りが必要な場面では、地区計画や、町づくり条例などの手法が必要であろう。すでに法改正前から、町づくり方針などの名称で、都市マスに相当するプランを策定していたくしもあった。法改正後にいち早く作った事例としては、 1994年の台東区、足立区がある。順次、各区市で作成され、2004年現在、ほとんどの区市で作成されている。なお、正解法は2004年で執行することになっており、必ず、区域マスを定めなければならないため、2004年4月、決定権者である東京都が、都内すべての都市計画区域ごとに、区域マスを決定した。ありがとうございます。